調査学院は中国湖南省庁差し替え福区に本部を置く中国の公立大学である2004年に設置された大学の略称は長大。2019年10月時点では学校の面積は133万平方メートル建築面積は31万平方メートル生徒数約1万4333人教職員1118人 校舎1970年11月、調査大学の起源となる、商工師範を、水見南省人民政府が設立。調査職業技術支線、商工師範、調査大学が合併し、新調査大学設立。自然労、学院も、刑も、日本の大学の学部に、ほぼ相当する。学部は、学院と、刑の上の編成で、実態はなく、日本の、学部とは、 位置づけが異なっている。病役がないのでそのまま記す。調査大学図書館調査大学図書館、蔵書数は全館合計で約129万冊2013年5月現在、全部で4国8大学、機関と交流協定を結んでいる。学校関助、調査大学、 http://www.ccsu.cn/xxgk/xxjj.htm2020 年2月十八日閲覧。遠隔。調査大学。 http://www.ccsu.cn スラッシュストラクチャースラッシュ xykg スラッシュ lsyg.htm ハット後期は交流調査大学 http://www.ccsu.cn スラッシュストラクチャースラッシュ jlhz スラッシュ xjjl.htm ありがとうございます